どうもこんにちは、クロネタです。ドラゴンクエストビルダーズ続きをやっていきたいと思います。で、前回動画撮った後にね、作りましたよ、依頼されてたもの。王座の間に、倉庫部屋に、こちら占い部屋とね。いやー疲れたわ、これ作るの。もう整いましたからね。いや、最初はね、作るところ動画に撮ってもいいかなって思ったんですが、これ作るのにね、特に面白みもない映像が8時間ぐらい流れるだけだったのでね、もう動画外で作りました。で、まだ住民には何も話しかけてないので、ストーリー的には何も進んでいません。なので、まずちょっと一つ一つね、説明していこうかなと思います。で、まずこちらが王座の間です。もう豪華でしょ？この床とかね、俺が絨毯を敷き詰めたんですよ。凝ってるでしょ。ちょっと姫様に話しかけますかね。すごいとこいるね、あなた。よいしょ。まあ、王座の間が再建できたのですね。あなたのおっしゃる通り、これがあれば、ラダトーム再建のシンボルになりそうですね。この世界は、かつて竜王に戦いを挑んだ戦士が、竜王の味方になれば世界の半分を与えるという誘いに乗ったことで生まれた世界とされています。私はそのことに絶望し、自分自身を石に変え眠りについていましたが、あなたという希望が現れた今、世界に光を取り戻すことも夢ではないのかもしれません。と申しますのも、実はこの地に来る前、ルビスからお告げがあり、竜王を倒す鍵となる特別な道具を持つ3人の賢者がここに向かっているそうなのです。何、3人の賢者って。全てはルビスのお導きであり、この地にいらっしゃるからこそ、ほう、私もお役に立つべく3賢者の行方を探してみることにします。3賢者の居場所が分かるまで少しの間待っていてくださいね。はい、ありがとう。なんだろうね、三賢者って顔ちけえな、おい。でね、あ、そう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 。このね、玉座とかタペストリーをね、ちょっと、取ってきたんですよね。まあ、いろいろと素材を集めるにあたって、この世界を、もう隅から隅まで見てたんですけど、最初に、間違えた。ムツヘタがいた世界のね、ところの、なんていうのかな、崖の上にララトーム避難所っていうのがあってね、そこで王座とかあったんでね、ぶん取ってきました。でね、これ分かりますか、破壊の剣に、どこ行った、死神の盾っていう、なんかいかにも危なっかしいものを拾ったんですけど、基本ドラクエで呪われてそうな危ないやつって装備すると外せなくなるっていうのがオチなので、ちょっと間違って装備しないようにね、倉庫の奥にしまっておくことにします。んで、そこでもう一個見つけたんですが、力の指輪と、こちら、会心の指輪、こっちだね。これをつけてるとね、会心の一撃が出やすくなるんですよ。なので、これと力の指輪をつけた、もう完全なるご利用しでやっていこうかなと思っております。では次、倉庫の方を説明しましょうかね。こちら。このね、宝箱を3つ探すっていうのがね、すごい大変だったんですよね。すごい大変だった。で、お前何だっけ、ラスタンだっけかな。うおー、頼んでいた倉庫が完成したんだな。さすが伝説の名大工だ。何、大工じゃないビルダーだ、だと。おお、そうだったそうだった、伝説の大工ビルダーだったな。はっはっはっは。こいつムカつくな。それにしても我ら人間は一体いつまで竜王と戦わねばならんのだ。私が知る限りでも何度となく伝説の勇者の血を引く者が竜王に戦いを挑み、その度に敗れていった。そしてついにはそのうちの一人が竜王の誘いに乗り、世界はこのような闇の中に。まあ、いずれにしてもだ。
竜王を倒す力を持つ伝説の勇者の血を引く若者が一刻も早く現れてくれることを願うばかりだな。ん、どうした、お前だってそう思うだろう。ほう、石材ね。石材くれるのか。よし、で次こちら占いの間です。このね、聖水を作る装置がね必要だったんでね、まあ置いてみましたよ。で話すと、おお素晴らしいぞ、わしの占いの間を作ってくれたのじゃな。これでビルダーのそなたが進むべき道を正しく示していくことができそうぞ。あ、できようぞ。ビルダーの重要な責務の一つは竜を倒す準備を進めることにある。実はの、竜を倒すために竜王の住む魔の島へ行くには虹の雫という特別な道具を作り出さねばならぬらしいのだ。はあ。しかしその材料はこのラダトームの最も深い闇の中に封印されておるという。うわー、取りに行くの大変そう。そこがどのようなところか、そこで何が待っているのか今わからぬが、わしはこの占いの間で何とかその場所を探し出し、いつかそなたに伝えよう。そしてその闇の扉を開ける最後の鍵の製法も調べてみるつもりじゃ。あー、じゃあ虹の雫に最後の鍵が必要になるんだね。第一の精霊ルビスと偉大なる預言者であるわしがついておる限り、自分で偉大なる預言者って言っちゃったなこいつ、安心して次なる導きを待つがよい。カッ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 、この笑い方がさ、もう安心できない、まあ、とりあえずクエストコンプリート。お、キメラの翼ありがとう。で、なんか出てるな、まだ。どうじゃ、改めて頼むことでもないかもしれぬが、この辺りで、あ、あれだね、拠点をレベル2にしろってことか。俺も捨てんじゃないかな。あ、してるね。成長できたようじゃの。しかし、ルビスの使者であるそなたは、実に面白い存在じゃな。魔物といくら戦っても、戦士としての体力も力も上がることはなく、ピリンという少女に出会うまで時の流れも空腹さえも感じなかったのだろう。確かに。てか、お前ピリンのこと知ってんだ。さらにそなたは我々には見えぬ死者の姿が見えるというではないか。お前いろいろ知ってんね。周りとは明らかに異質な存在。なんともはやそなたは不思議じゃ。ん？そなたひょっとして自分が人と違うことを意識してこなかったのか？あんまり深く考えてこなかったね、ここまで。むむ、そりゃなんとも鈍感というか鈍いというか間抜けというか、この野郎言いたい放題言うね。まあそなたが気にせぬのならそれで良いかの。カッ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 カ。はあ、まあとりあえずコンプリートしましたけど。うわ、竜王軍。竜王軍っつってもこれさ、俺とお前しかいないんじゃな、お前誰？え、ちょっと待って、お前誰？お前いつかそこにいた？ラスタンじゃないもんね。え、お前いつかそこにいた？怖い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 。え、全然気づかなかったんだけど、え？誰お前？お、あなたが黒ネタ泥ですか？俺知ってんの俺のこと。いや、ようやく会いましたね。僕はオーレン。オーレン。なるほど、ラスターの言う通り、あなたはとても面白いお顔立ちですね。お前、それ失礼だってこと分かってんのかい？物を作るのはすごく得意そうで、いろいろなものをどんどんひらめきそうですが、魔物を倒したり、まして竜を倒すなど、夢のまた夢といったお顔立ちだ。こいつ悪気はないのかな？悪気はないんだろうけど、すげえムカつくこと言ってくるね。え、今まで強大な魔物をたくさん倒してきたですって？そうだよ。俺は結構苦戦してきたけどね、倒してきたんだよ。ははは、ご冗談でしょう。
さすがビルダー、冗談作るのもお上手だ。なんだろうな、こんなに人を殴りたいと思ったのは初めてだな。実は僕はしばらく前に石化化時計、あなたの留守番中にララトームに入っていたのですが、いつ入ったの？姫様からのご命令でとある調査のために外に出かけていたのです。ほう、時間はかかってしまいましたが、いいご報告ができそうですよ。お？すぐにご報告したいところですが、歩き疲れて今にもそっとしそうです。あ、しそうなんです。申し訳ありませんが、少しだけ休ませてください。ああ、いいよ。ごめんね、今まで全然気づかなかったわ。お前どこ行くの？え、ここで着替えるとか？あ、ここで着替えるんだ。え、王座のまで着替えんの？すごい身分だね。じゃあ竜王行くか。武器大丈夫かな。よし、わしの預言者としての力が告げておる。もうすぐこの地に魔物たちが攻め寄せてくるぞ。カカカカ、どうじゃ。今までの町でのことはよくは知らぬが、預言者であるわしが言うこの警告は今までよりも説得力が段違いだろう。なんか別に今までね、魔物が来るって気づいてるやついっぱいいたからね。何？今までと大して変わらないじゃと？ぐぬぬ、はっきり言おうって。お前もはっきり言うじゃねえか。とにかくじゃあ魔物を迎え撃つ準備は良いか。やるしかないね。ここは竜王の城にもほど近い場所、魔物も他の地よりも強力であろう。気を抜くでないぞ。いやー、どんなやつが来るんでしょうかね。とりあえず外へ出よう。来た、この野郎。いで、まあ不快はしなくていいよね。痛いな。よし、あ、そこは戦ってんのかよ。すげえとこ戦ってるね。入らせんぞという感じだね。おらおら、会心を食らえ。あぶねえ、痛い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 。お前か、貴様か。いた、ほら、返しの力目線でやりたい。死ぬ、いて、いた、いた、いた、いや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 、やめてやめてやめて。強い、強かった。よし、この野郎、この野郎、よくもやりやがったな。よし、いい会心のダメージで、まだ来るのか。お、何、え、竜王の影。あ、ダメージ食らわねえ。なんだ、アイテムが使えなくなった。うわ、マジか。しかも結構強いの来たぞ。おい、あいって、あ、なに、占いの間が、あ、てめえこの野郎、壊しやがったなあいつ。でもまだこいつをやんないと。いで、よし、行くぞ、中にいるぞ。貴様、貴様壊すんじゃない、頑張って作ったんだこの野郎。うわー、もうせっかく頑張って作ったのによ、こんな簡単に壊されるかい。ちょっと暗すぎる。あー、うわー、うーわー、もうぶっ壊しやがってこの野郎。まあ、とりあえず終わりましたね。お、旅の扉赤。なにあれ、ちょっと暗い、寝よ。おい、もうせっかく頑張って作ったの、あんな簡単に壊すかね。ちょっと、今ね、ショックがやばいですよ。
結構ぶっ壊したね。綺麗にぶっ壊したかったな。よいしょ。オッケー。あ、よし、まあ、ちょっと応急処置。いやー、綺麗にぶっ壊された。こんなあっさり行くかね、行くもんですかね。あ、そこまで壊されてないのか。よし、治りましたよ。姫様疲れたよ。姫様、やべ、腹がやばい。オッケー。あ、階段がねえな。なるほど、階段も壊されたのか。よいしょ。で、よいしょ。あー、こっちもか。あ、結構壊されてるね。オッケー。姫様、魔物を追い払うそのお姿、なんと勇ましい。そうだろう。ほんと褒めてくれるの君だけだよね。新しい旅の扉も手に入ったのですね。ちょうどよかった。これもルビスの導きでしょう。私が以前夢に現れたルビスからお告げを受け、このララトームに向かう三賢者を探しているとお伝えしたことを覚えていますか？そうだね、言ってたね。そんなひどいお忘れになってしまったのですね。え、忘れてないよ、しっかり覚えてるよ。ルビスによれば、竜を倒す鍵となる道具を作るための素材を持った3人の賢者がルビスの求めに応じ、このラダトームを目指しているらしいのです。そこで私はお城の設備を作ってくださっている間に、ムツヘタ、ラスタン、そしてオーレンに三賢者の情報を集めてもらっていたのです。彼らに聞けば三賢者が今どこにいるか分かることでしょう。この地を目指しているはずの三賢者の行方を探し、ここに連れてきてください。おお、そうでした。道に迷うことがないようにどうかこれをお持ちください。おお、なるほどね。三賢者を探すのか。ちょっと道具が多いね。まあこんな感じかな。で、扉、とりあえず扉をどっかに置こうかな。ここかな。よっ、オッケー、開きましたよ。みんないらっしゃい。なんかいっぱい出てるな。いっぱい出てるな。まずムツヘタ、ルビスより使わされたという三賢者の話を聞いたか。来ると言って一向に来ないとは、おそらく旅の途中で何かあったのじゃろう。姫の命で三賢者のうち、あ、メーデか、三賢者のうちの一人の足取りを探っておいたぞ。ルビスのお告げでここに向かう三賢者は、竜を倒す鍵を握る人物らしくての、預言者たるわしの見立てによれば、その三賢者の力なくば竜を倒す準備は完了せぬ。ということは、じゃあその三賢者がこの地に揃わなければ、そなたのビルダーとしての責務も果たせぬことになってしまうのじゃ。さあ、コンパスを頼りに賢者の一人を探し、ここまで連れてくるのじゃ。はあ、で、どっちがどっちだか分かんねえな。姫様からお聞きになりましたか？ルビスのよう命でここに向かっているという三賢者のことを。そうです、その三賢者こそ僕が探していた人たちなんです。物を作る存在であるクロネタ殿にこんなことをお願いするのも気が引けますが、これもルビスの導きというのなら従うほかはありません。そのうちの一人の居場所を教えます。コンパスを頼りに探してきてください。なるほどね。で、ラースタン、話は聞いたか。精霊ルビスの命で、あ、同じこと言ってんね。まあ三人の賢者がいるらしいんだが、ここに向かっているっていう割に、待てど暮らせどやってこなくてな。今日すごい噛んでるな。
そこで姫のご命令を受け、お前の留守中に行方を探していたのだが、ようやくそのうちの一人の居場所が分かったのさ。頼んだぞ、コンパスをよく見て、その賢者とやらを探し出し、このラダトームに連れてきてくれ。これあれか、全員この赤の扉の先にいるのか。なるほどね。ちょっと一人ぐらい探しに行こうかな。よいしょ。なんか旗いっぱい。ちょっととりあえずこれ置いとこうか。よいしょ。 OK、 旗いっぱい。どっちから行こうか。左から行こうか。はっ、おお、ちょ、なんか足音聞こえると思った。トロル、待って待って、こんなところで戦いたくはない。どこら辺にいるのかな。トロルとか普通にいるのね。ほえー、ちょっと上から探そうか。よいしょ。おう、よいしょ。やめろ骸骨、来るな。結構遠くなのかな。あ、遠いね、かなり遠いね。上、毒沼、毒沼の向こう。おお、ほほほ、なんかすげえ。そこなの？すげえところにいるね、賢者。どういう迷い方をしたら。ああ、痛い痛い痛い。ちょっと待って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 。どういう迷い方をしたらさ、そこに行くんだよ。痛い、なんかいるね。トロール？あ、メイジか。トロールメイジ。ちょっとこれで行こうか。いやー。わあ、なんだっけこれ、第2章のリムルダールみたいだね。ずっと下ついてくる、やめて。狙ってるじゃん、俺が落ちることをよ。おい、どんどん来るね。とりあえずあの人面獣に見つかるともうやばいから。なんなんこいつ。ちょっと結構遠いけど、こっから行こうかな。ずっと来るな。こういうゲームだっけ。魔物をこうやって操るゲーム。よいしょ、 OK、 よし。よいしょ、ほっ、よいしょ、ほっ、よいしょ。おさらばだ、お前とはおさらばだ。おさらばできたのかなこれ。また出会いそうだけど。あ、おお、ちょ、あれこれ完全に、いて、待ったカーズが多い、カーズが多い、カーズが多い、ちょっと待って、カーズが多い、待って、カーズが多い。なーにこのカーズ。これ完全にリムルダールじゃん。痛えな。よし、まずは1個潰して。数が多すぎる。痛て、痛い。ちょっと何この数。ちょっと回復して。うわ、ちょい。よし、痛い。あ、混乱した、やばい。で、操作が真逆に。ちょ、痛い。ちょっとめんどくせえ。あ、治ったか。どこにいるこいつ。そこ、あれ、ちょっとあれ、この姿は、あれ、おうおう、私としたことが、なんということでしょう。
精霊ルビスのお告げを受け、リムルダールの地からララトームを目指してやってきたというのに、あの方にお渡しする大切なものを魔物に奪われてしまうなんて。ここにある魔物の巣を破壊すればなんとかなるものを。おお、そこの旅の方、これを差し上げます。どうか魔物の巣を破壊してください。薬草ゲット。連れ帰ればいいのかと思ったら、そういうことでもねえのね。破壊しろと。もう周りの魔物どうでもいいや、まず破壊しよう。やめろ、渦んじゃない。痛い。てか、あそこにいたの。そうだよね、痛い。あちゃ、痛い。こいつらちょっとめんどくさい。なんだ。わあ、いやもう数がおかしいだろう。なんだこの数は。よだってこいつら倒してもどんどん来んでしょ。やめろ。よし、いて、上に戻ってきたぞ。いた、よしいやもう夜になっちゃう。いやもう、よし、あ待って、暗い。あとどこにあった、この魔物を倒すのかな。痛えな。この野郎、さっきはよくもやってくれたな。暗い、あ？まだいる？暗くてね、何も見えねえんだけど、これ。下の方のやつらか。暗い、どこにいる？いた。あとは？さらに下か。あ、変な声出たよ。あ、まだなんか復活した。あ、ここか。この野郎。よし。え？あ、なんかいる。いやー、つらいわい。で、なんかまたモンスター現れてんじゃん。落ちろ。そこなんかいるな。なんかいない？あ、あそこにいるのか。何がいるこれ。これな、何がいる。あ、うぅ、カニ。いた。カーニ、ちょっと待って、カーニ。いてカーニ、ちょっと待ってね。横歩き。待てや。ちょっと待てや、貴様。なんか周りの雑魚魔物ってなんだ。雑魚モンスター呼んでんのか。あ、こいつ結構強いぞ。いて、カニゲット。いや、キリがね。痛い。この野郎、呼び出すんじゃない。何匹も、あ、痛い。回復薬なくなる。ある程度、作ってきたのに。痛い。オッケー、倒した。雨雲の杖、あれ、やめろ、この野郎、痛えな、この野郎。辛いわい。で、夜が明けたよ。辛っ。
で、あそこに、つたがちゃま、あそこにいるのそうだよね。俺の動画を見てくださってる方はもう、わかるよね。おい。てめえなんだこの野郎、痛えなこの野郎。痛えなこの野郎。魔物の巣を破壊してくださったのですね。助かりました。本当にありが。黒ネタ様、あなたは黒ネタ様。おお、おお、なんということでしょう。実は精霊ルビスからのお告げを受け、竜を倒す準備を進める黒ネタ様のためにとある大切なものを届けようとララトームに向かっていたのですが、魔物たちに襲われて奪われてしまって、なんでこんなヤバいところに来ちゃったの？どうやってこの毒沼歩いてきたの？いろいろと気になるけどね。え、なんですって？雨雲の杖ならもう取り戻したと？おお、さすがは黒ネタ様。それこそ私が黒ネタ様にお持ちしたもの。なんでもそれは虹の雫という道具を作る鍵となるものなのだそうです。おお、もちろん雨雲の杖なんだって、雨雲の杖は差し上げます。時が来るまで大切にお持ちください。私も一度ララトームの町にお連れいただけませんでしょうか。魅力な私ですが、ほんの少しでも竜を倒すお役に立ちたいのです。オッケー、ちょっと戻ろう。疲れた、すげえ疲れたよ。はい、戻りましたよ。はあ、疲れた。ちょっと寝させてください。いやー、ってことはさ、これ今までの救ってきた世界から一人ずつ来てるってことだよね。じゃあ昔一緒に戦った仲間たちが集うってことか。よいしょ。お、三賢者のうちの一人を連れてきてくれたのだな。ふむ、あれがリムルダールに住むエルという修道女っていうのかな。お前はあの女性と一緒に薬を開発し、ヤンマイと戦っていたというのか。あのように美しい女性とそのようなことを。うーむ、それは羨ましい。羨ましいぞ。ん？リムルダールを支配していたヘルコンドルもお前が倒しただと？わっはっはっは。冗談は顔と体と手足だけにしてくれ。ほぼ全てじゃねえかよ。こいつさらっと俺の全てを否定しやがった。大工に毛が生えたような存在のお前がそのような巨大な魔物を倒せるはずがないだろう。ましてお前が竜を倒すなど、へそが風呂を沸かす勢いだぞ。わっはっはっは。それはそうと、三賢者が持ち寄る道具があれば竜を倒す道ができるらしい。あとは竜を倒す装備が整えば、ビルダーとしてのお前の役目も終わりだな。小さな体で責務を果たすのは辛かろうが、もう一頑張り、踏ん張り頑張るのだぞ。はい、頑張りましたよ。疲れた。なんか話せばいいのかな。おお、なんということでしょう。ここがララトームのお城。どこもかしこも、黒ネタ様らしい素敵な建物やお部屋で溢れていますね。ほんとこういう風に褒めてくれる人が増えてくれるのは嬉しいね。もう周りの奴らひどいからね。さすがは黒ネタ様です。そうだろう。あなたのお力なら竜王も必ず倒せます。え、もちろん黒ネタ様が竜王を倒しに行かれるのですよね。ねえねえ、多分そうだよね。今のこのアレフガルドの世界であなた以外に竜を倒せる者がいるとは思えません。最後まであなたの お力にすがって申し訳ありませんが、どうか竜を倒し、この闇に閉ざされた世界をお救いください。任せておけ。おお、薬草20個ありがとう。さすがだわ。エルちゃんは違うわ。どこどの野郎とは違ってな。はい、ということで今回ここで終わりにしようと思います。
あと二人は誰なんだろうね。でもこれさ、兵器ってことはまさか超激突マシーンまた作れんのかな。まあまたすごい辛い戦いをしなきゃいけないんでしょうけどね。ということで今回はここまで。よかったら次回もまた見に来てください。ここまでご視聴ありがとうございました。